アメカズです。こんにちは。今日は、ガトーショコラにしてみました。でせっかくフィーカなんでコーヒーでもね飲みながら雑談ちょっとしたいなと思います。ちょっといただきます。美味しい。ガトーショコラって好きなんですけど、なんか昔テレビで見て食べログの1位はガトーショコラの店だったんですよ。予約して1日何組限定みたいな感じやったと思うんですけど、まさか食べログの1位がガトーショコラっていう。今日もねちょっといっぱい並べてて、北欧の食器を紹介したいと思うんですけど、また5月にフィンランドに行くことにしまして、ゴールデンウィークの中日休み取って、ゴールデンウィークと合わせて5日間ぐらい滞在で、またいろいろね食器もたくさん買おうと思ってるんで、また紹介したいと思います。心の中で奥隅でちっちゃいねネットのお店とか開いてみたいなとか思ってたりして、情報もゼロなんですけど、買い付けみたいなのにチャレンジしたいと思ってます。それでヘルシンキで有名なカフェアールトが12月に京都にできたんですよ。全然知らなくて、つい最近知ったんですけど、12月の21日オープンだかな。カフェアールトっていうのは、フィンランドに行ったことある人は絶対知ってるような名所なんですけど、フィンランド代表する建築家のアルバ・アールトが設計したアカデミア書店、本屋さんの中にあるカフェで、ゴールデンベルっていう金色のランプがついてて、そのカフェ用にレザーのソファーとか、大理石のテーブルとか、アルバ・アールト自身がデザインした家具、椅子とかテーブル、ライトが並べられて、そこでなんかお茶できるみたいな、シナモンロールとかブルーベリータルトとか、もちろん北欧の食事とかもそこで食べれます。そんな有名なカフェが京都にできたんですけど、なんで京都なのかなと思ったら、京都にマヤホテル京都っていうのができたんですけど、それをデザインしたのがハリコスキネンっていう人で、この人はアルテックとかイッタラとかそういうところにデザインを出してる人で、アルテックっていうのがその立ち上げメンバーの一人がアルバ・アールトで、アールトの家具とかは、アルテックで買えるんですけど、そういうつながりもあってホテルの1階にできたんじゃないかな。デザイナーつながりなのかフィンランドつながりなのか、場所は駅でいうと烏丸池京都市役所前河原町のちょうど間ぐらいにあるそうです。僕まだ行ったことはないんですけど、中の家具とかはそのお店用にまた新しくリプロダクトして、内装とかはほとんど同じだそうです。料理のメニューはフィンランドで有名なシナモンロールは味を一緒に作ってるらしいです。ただスイーツとかそのベリータルトとかは日本人向けに甘さ控えめにしてるそうです。京都そんな遠くないんでね、ぜひ行ってみたいと思ってます。ごちそうさまです。本日紹介する北欧の食器はヴィンテージのパラティッシが2つとアネモネのモーニングカップ、デミタスカップかなです。このカップ2つ買いました。でハンドペイント、このカップは多分ですけどモーニングカップとデミタスサイズの、カップがあって、こっちはデミタスサイズ。どれぐらいかっていうと、これムーミンマグですね。ムーミンマグと比べると内容量は多分半分ぐらいかな、ね、結構ちっちゃいですね、コーヒーとかたくさん飲みたい人はやっぱりマグカップがいいと思います。で僕も買ってみたんですけど、あんまり出番ないかなとか思ったりします。ただ僕はそんなコーヒー量飲まないタイプなので、このサイズぐらいがちょうどいいかなと思ったりもします。あんま飲めへんけど飲みたい人とかはちょうどいいんじゃないかな。
柄はこんな感じで、アネモネの柄が小回りについてます。うん、アネモネはちょっとこの素のソチの色が灰色なんですよね。これと比べたら分かりやすいですけど、ちょっとグレーなんで若干暗いかなって思うかもしれないですね。パラティッシュのヴィンテージのボールを買いました。これサイズが17センチのボールで、このサイズは今も確か売ってたと思います。どういうとこがヴィンテージかっていうと、この裏のロゴですね、Q ロゴと呼ばれる円形のロゴですね。これに葉っぱと実に色がついて、葉っぱは緑で実のとこに青っぽい色が入ってます。今のパラティッシュはこんな感じ、モノクロですね。モノクロのロゴになってます。で、真ん中もかなりシンプルになってて、これはこれで僕はかっこいいと思いますね。この葉っぱに色がついたものをするより前は、ここにまた葉っぱがつくんですね。で、さらにそのもっと前、初期の3年間ぐらいはここにビオラの花が入ってて、全部絵柄になっているようなロゴもあります。それはね、やっぱ結構人気ですね。僕も欲しくてフィンランド行った時にね、探したんですけど見つけられなくて、また今年行く時にね、ぜひ見つけたいと思ってます。花柄より前のロゴっていうのも実はあって、まあ、ある会社の傘下に入っていた時に、その会社のためだけが入った、まあなんかノベルティとかテストで作られたやつじゃないかって言われて、そういうのも実はあります。で、色も若干違うそうなんですけど、花が入ってる方が可愛いんで、そっちが欲しいかなって僕は思います。このボール結構こういろんな角度から見ても柄が綺麗に入ってて、すごいいいなと思ってます。このサイズなんでサラダとか煮物とかそういうの入れるのにいいかなと思ったんですけど、意外とあの丼鉢に使える、あの買ってからかなり使ってます。このサイズのボールかなりいいですね。で、柄も可愛いんですごくおすすめだと思います。個体差かどうかわからないですけど、今のものと比べてちょっと色が違うんですね。現行品はビビッドな感じ、ヴィンテージになってくるとちょっと色が薄い感じになってます。いいですね、これおすすめです。今も17センチのボールあるはずなんで、ぜひ気になる方は使ってみてはいかがでしょうか。もう一つヴィンテージのボールを買いました。それがよいしょ、これ重っ、23センチのボール、どれだけでかいかっていうと、このボールがこんな感じで入るぐらいでかい。ちょっと伝わりにくいな。拳が、3つ分ぐらいあって、だいぶでかいですね。サービングプレートみたいな、お客さんがいっぱい来た時に使うぐらいのでかさです。大きいプレートになってくるとちょっと柄がまばらになってくるんですね。こっちと比べてもらっても、こっちはちゃんと密に入ってて綺麗なんですけど、こっちはね、適度な余白が取られてて、そんなに派手すぎないように設計してあるのかな。茎の線とか絵柄もこれだけ違うんで、もしかしたらこれ用にまた描かれたのかな。横面ですね、側面がこんな感じでなってて、裏は葉っぱにカラーがついた同じ年代のやつですね。うん、なかなか使う機会があんまりないんですけど、これはこれでいいと思います。食器なんですけど、料理だけじゃなくてテーブルの上に置いておいて、もらったお菓子積んだりとかいろいろできると思うんで、おすすめです。特にこのパラティッシュのボールが今回は一番おすすめです。これすごく使い勝手がいいし、パラティッシュはデザインがやっぱりいいですね。このボールはこうどこから見ても綺麗に柄がレイアウトされてるんで、そこもいいですね。こういう食器って洗ってこう水のカゴに置いてる時とかも結構可愛いなとかって思ったりするんで、なんか柄があると気分がいいなとは思ったりしますね。中の模様もね、このプレートとかとは全然レイアウトが違ってますね。現行品を
買うでも全然いいと思うんですけど、裏のロゴの可愛さとかでヴィンテージを集めていきたいって方には葉っぱにカラーがついたものはちょっとおすすめポイントがあって、やっぱりみんなここまで花がついてる初期の柄が欲しいんですよ。ここまでの、まあ、柄のやつとか、あと葉っぱがついてるのとかってちょっと中途半端なんですよね、年代として。それお金出して買うんやったら花柄買うわってみんな思うんで、これぐらいの中間の年代っていうのは意外と売れ残っていたりするんで、まあ、安く買えたりもする時があります。ヴィンテージ欲しいけど、まあ、古すぎたら状態とかも良くなかったりするし、実際に見れるとこもかなり少ないですし、ちょっと高いなって思ったり、ちゃんと使えるのか心配っていう人にはこのぐらいの年代がおすすめですね。で、食器実はまだまだ買っているので、いろいろ紹介していきたいなと思います。どんな風に紹介したらいいかな、実感が湧いたりするかなっていうのがちょっと考えてたりするんで、もし何かあれば気軽にコメントなどください。以上です。バイバーイ。